カズサ国は、かつて日本の地方行政区分だった、両政国の一つ、東海道に属する。日立国、上野国と共に新能が国士を務める、新能人国であり、国府の実質的長官は、カズサス家であった。古語周囲によると、良き朝の生きたる土地というところより称したとされる、国から分立したという。分立の時期については、帝王変年期では、 カズサ国の成立を安官天皇元年としており、毛の国から分かれた上野国と同じく上を関する形式をとることから6世紀中央と見る説もある。6世紀から7世紀にかけ多くの国の宮津湖が置かれ、後の安房国も合わせ8つの国の宮津湖の領域が存在しているが、 山東王権からはこれらの国の宮津湖の領域を合わせ、国として把握されていたものと考えられ、山東王権と緊密なつながりを許していた、ともされている。藤原慶出土木館に、小野礼い氏1十月上、国あわ表末里とあり、七世紀末には、上の表記であったと推測されるが、大宝四年の諸国院中蔵寺には、数差に改められた。読みは、古くは、 カミツフサであったが、カズサに鉛化した。カミツフサの点であり、聖金ナ遣いでは、カズサと表記されるが、現代金ナ遣いでは、カズサとするため、津に由来することが見えない状況となっている。律令制以前は、スエ、マクダ、上海上ェ、偉人武者菊朝阿キクアサ、アワ、長京の八つの国の宮津子が置かれていた。律令制において、市原郡。 海上軍、阿ビル軍、ボーダ軍、シュス軍、ハブ軍、長ラ軍、山ベ軍、武者軍、阿茂軍、エビス軍、ヘグリ軍、安房軍、サ比奈軍、長佐軍の十五の軍をもって、両政国としてのカズサ国が成立し、東海道に属する一国となった。もともと東海道は、海津道であり、房総半島の機内に近い南部が、カズサ国、遠い北部が、下う佐国とされた。 養老2年5月2日、阿波及び長佐国造の領域だったヘグリ軍、安防軍、朝比奈軍、長佐軍の4軍を裂いて安防国とした。天平13年12月10日、安防国を併合したが、天平法事元年に再び安防国を分けた。この時から長く領域は変わらなかった。そして、天長3年9月6日。 上佐国と日立国、上野国の三国は、国主に、必ず新能が部任される、新能人国となり、国級は大国に、ランクされた。新能人国の国主となった新能は、大主と称し、神は、必然的に他の国主より高く、新能大主は、正四以上とされた。新能大主は現地へ赴任しない要人だったため平、高持。 両県や菅原高末がそうであったように、国史の実質的長官は、和佐助であった。古代末期から中世にかけて、和佐氏が活動し、鎌倉期には、和佐サ広常、その亡き後は、足利氏となる。室町時代の守護には、甲子、佐々木氏、千葉氏、新田氏、上杉氏、宇都宮氏の各氏がついた。15世紀半ば頃より、原氏、武田氏、 堺市、時市、正木修羅の各市が各居。16世紀前半には、下佐清美によった小弓号書、足利義明の影響が強まった。足利義明が天文7年の河野大合戦で、廃止した後は、小田原のご北上氏、安房の里見氏の構想の地となり、在地の諸豪の動きは極めて流動的であった。豊臣秀吉の小田原征伐後、関東に、 徳川家康が天保されると、大滝の本田氏を筆頭に万国合氏が置かれ、江戸時代には、くるり藩、飯野藩、佐貫藩、鶴巻藩、一宮藩、大滝藩、城西藩の七藩と幕府領、旗本領が展開し、損数は約1200家損を数えた。幕末から明治政府成立の過程で、城西藩は、 丁明にこうしたという理由で、明治元年12月に、領地没収となる。また、徳川家里を駿が静岡藩70万国に封じたことによって、明治2年までに、菊間藩、金ヶ崎藩、国防藩、鶴舞藩、芝山藩、大網藩の六藩が、新たに置かれた一方、幕府領、旗本領は、安房和酒県こと、芝山天の管轄下に置かれた。 明治2年の藩籍奉還で、藩主は地藩寺に、旧幕府領、旗本領は、安房和佐地検事となり、安房和佐地検事の管轄地には、宮谷県が置かれて、柴山天が、県知事となり、管轄地は、和佐において、約8万7800国。安房を加えると、計37万1700国であった。明治四年、廃藩地検が行われると、 旧半領と宮谷日は大きく、木更津県に統合された。明治6年には、木更津県と下草を管轄していた印馬県が、統合して、千葉県が成立し、管轄が移行した。市原市と推定されており、国分寺跡、国分はマデラ跡が発掘されているが、国府の移行は、まだ見つかっていない。中世の国府はノーマンにあったと考えられている。このほか。 市原市八幡縫ぬいがお八幡宮が、総社八幡であった。中世以降、いい岡八幡宮が総社として機能した。いずれも、律令時代の駅。太地は主要なもの軍と、松円和佐国の反近世和佐国内の範囲を以下に、示す。軍と村ここでは中近世和佐国の軍と村について、記述する。軍と、村出展、内閣統計局、編。 早見徹、る、復刻版監修会大、国政調査以前日本人口統計修正巻お及び、別館一、東洋処理。かず守る大使上佐助武家官位としての上佐、守鎌倉幕府室町幕府戦国時代、楠原雄介保果編、古代一名語源辞典、総の公、東京堂、出版、1981年。 ISBN4 から490101481加藤健吉他編日本古代市知名辞典和佐国の孔小山閣二千七年 ISBN978 から4から639019954須田茂暴走書判録論処房出版二千九百八十五年三月十日ありがとうございます